大卒20代コールセンター正社員です。2年目に管理職として別センターに移動するも、任された仕事を忘れる、完結させられないミス連発で3度も業務移動となった長務のです。現業務は超優秀な管理職、各契約社員がたくさんいるため良い人なんだけど、と住んでますが、任される仕事が減っており、前と同じ結果になりそうです。どうすれば仕事ができるようになりますか？本が不安です。人に教えるのは好きですが、管理ができない自分に向いている職業とかあったら教えてください。自分がちゃんとできないので人に教えるのが好きっていう時点で、多分マウントというか、人より上の立場に立つのが好きっていうだけだと思うんですよね。仕事ができるできないを置いといて、ミスを少なくするっていうのをどれぐらいやるかと思うんですよね。本当に優秀で何かパフォーマンスを出すっていう人っていうのは、まあそれなりにですけど、でもそこまでいかなくても、言われたことをミスなくやるっていうだけでも、別に仕事ってそれなりに回るんですよね。で、ミスがなければ別になんか十分仕事してるよねっていうんで、給料もらうのが当たり前ってなるので。なので、なぜミスをしたのかと、そのミスはどうやったら避けられるのかっていうのは、きちんと自分で調べてみるといいんじゃないですかね。ちゃんと睡眠時間もとっていて、なんか不安な状況とかがなくても、同じミスを何度も繰り返すようであれば、多分知能か何かに問題がある可能性があります。なので、なんかそこら辺ちょっと一回カウンセリングとかに行ってみるといいんじゃないかなと思います。